勢の方に集まっていただきまして、九条、それから私は九条だけではなくて現行憲法全体を守るべきだと思っているんですけれども、この憲法に対してこれほど多くの方が関心を持ってくださっていることを大変心強く思います。私の今日の話に関連する資料もお配りしています。一つは、この A4 の紙で、正しい戦争はどこにもないという、そういう表題のものです。大体この内容に沿ってお話をいたします。それからもう一つはこのようなチラシです。平和を求め、文学を許さない女たちの会、そういう会をこの1月に作りました。で、2月に、記者会見をしました。その時に東京だけではなくて、熊本や大阪でも立ち上がりました。その後北海道でも立ち上がりました。これから宮崎でも立ち上がります。これは大きな会を作るというよりも、それぞれの地域で、まさに九条の会のように、それぞれの地域で、文学を許さない女たちの会というものが、次々に立ち上がっている、そういう動きです。それから、この会は始まって間もなく、本まで作ってしまいました。ということで、こういう本のチラシも中に入っております。チラシのこの1枚は今度10月の22日に都心でシンポジウムを行いますので、その通知も入っています。これに関連して後でまたお話をさせていただきたいと思います。まずその今起こっている状況、例えばこういう声が聞こえます。もう時代は変わったんだから憲法は変えなくちゃいけない。新しい時代になったんだから、そしてこういう状況なんだから、こういう状況という場合にも、ウクライナ戦争のことを指していたり、あるいは対外有事のことを指していたりするわけですが、このように世界が緊張しているんだから、憲法は変えなくちゃいけない、軍拡をしなくてはいけない、という声をあちこちで聞きます。しかし、本当はこの戦争をするということは、日本が戦争を展開してきたということは、今に始まったことじゃないんです。だから新しい事象なのかって書いてないんです。実は明治からずっと続くある流れというものがあって、それが私たちに戦争を強いてきました。ですから、私が長い時間があるときには、明治維新のところからお話するんですが、今日はそういう時間ありません。明治維新までやっておきます。戦後のあたりからお話しします。ポツダム宣言というのがありましたね。そして、敗戦のときにはこれを受諾するわけなんですけれども、このポツダム宣言の中にこういう文言があるんです。日本国の国民を欺瞞し、騙してるんですね。騙して、世界政府の虚に、いずるようなかの間違いです。間違いを犯しすぎた者の権力及び勢力は永久に除去せられるべきであるという、大体こういう内容の文言がたくさん並んでおさせるのがあります。これ何を意味しているのかというと、日本国の国民全員が悪いと言っているのではなく、日本国の国民を騙して世界征服の戦争をさせた人たちがいる。で、この人たちを排除してはならないんだというふうに言っているんですね。で、それとともに他の項目では武装解除、つまり、軍事力を捨てるということが述べられています。ということは、これは日本が負けたから軍事力を奪われたということではなくて、これはそういうことを日本人を追い詰めていった人たちがいたのだというそういう言い方をしています。まあ、それで戦前の人たちが自分たちは悪くなかったって思っていいのかどうかっていうのはちょっと別問題があります。
で戦後のドイツはナチに関与した人を一人一人追い詰めました。見つけたら裁判にかけるまでしたんです。ところが日本はそうじゃなかった、戦犯であった人たちが裁判にかけられることなく解放されたという、何人か解放されたということがあって、この人たちを私たち日本人は戦後政治家にしてしまったんです。あるいはこの人たちに権力を与えたんです。で、この国民を騙して世界政府にこの間違いを犯させた人たちを、排除しなかったんです。そのことが私たちの今の状況を生んでいます。ですから今始まったことではないというのがその一つです。そしてもう一つあります。まあ、国家座政権下で新憲法が作られました。もちろんこれは日本人も入って新しい憲法を作りました。憲法9条がその時できました。軍事力を廃棄しました。しかしその直後、朝鮮戦争が起こりました。で、この朝鮮戦争下でアメリカは経済的自立、日本の経済的自立を目指そうということと、それによって再軍備化をしましょうということを日本に求めてきたんです。これは朝鮮戦争が始まっているということは冷戦構造ですよね。この冷戦構造の下でアメリカが方針転換したんです。そうすると日本はどういうことになっているかというと、一方で軍事力を回避しなさいって言って、もう一方で再軍備しなさいって言われたんですね。この2つの矛盾することをアメリカの占領下で言われたのです。そして、その2つに従ったんです。両方に従ったんです。で、これは大変な矛盾です。ですから、憲法9条が、軍備を捨てなさいって言ったけれども、他の人がそれとは別の行動を取ったというのではなく、両方ともアメリカに従っている結果がそういうことになってしまいました。で、これは、その従属アメリカ、その両方のアメリカの従属というその矛盾を私たちは戦後ずっと丸ごと書かれて生きてきました。で、今もそうです。で、時々ありますね。その矛盾を流すために憲法改正すればいいんだっていうようなことをおっしゃる方がいらっしゃるんですが、私はそれよりもこの矛盾を私たちは抱えているんだっていうこと、で抱えて生きているんだっていうことを、自分たちの責務として考えなければならないんだろうと思います。ただしそのじゃあ再軍備化でいいのかっていうことがあります。岸信介という方がいらっしゃる。この方はご存知のように日本の統一教会及び勝共連合を作りました。日本の勝共連合を作ったのはこの方です。で、それとともにある目標を作り上げました。これは憲法改正と再軍備です。で、この再軍備というのはアメリカの理念と一致していますから、この首相として排除されるということはありませんでした。で、その流れが今の日本の流れになってしまっています。で、それからずっと憲法改正と再軍備が自民党にの中に流れ続けています。一度もそれがなくなったことはありません。ただその再軍備ということを自衛隊の再軍備、つまりこれは警察ですね、警察力というところから始まるわけなんですけれども、自衛隊の形で持っているということ以上にはならなかった。それ以上踏み外さなかった。まあ、自民党の中に両方あるとしてもそれは堂々と表に出てくることはありませんでした。それはこの憲法9条を守ろうという国民の声に応えてくれたかと思います。まあ、そういう国民の声があるから
選挙もありますから、そういうものをそことを表に出すことができなかったということがあると思います。ところが2012年第2次安倍政権の辺りからその妖怪のままに政権を握ったわけです。これ実際に石さんの妖怪って当時昭和の妖怪って呼ばれててそうなんですね。ですからその後妖怪が守って出るようになってきました。でこの妖怪は日本を支配し続けています。今だにアメリカはその妖怪を利用し尽くしています。一つはその日本の再分配を守るという形、もう一つは統一教会や商業連合を使い尽くすという形で、その戦後約60年間は自衛と誘惑をそれでも踏み外さなかった。その日本が2015年にとうとう集団的自衛権行使を容認しました。それであとは流れ打つように再分配に突っ走っているんです。ちょうどこの2015年あたりに防衛装備庁が安全保障技術研究推進制度というのを発足させます。私は2014年に法制大学の総長になりましたから、この時のことは大変よく覚えています。つまり、大学に対して防衛装備庁が多くの単位の研究費を渡すから、研究しませんかということを呼びかけるようになったんですね。これ、研究費の補助というのは文科省が出るんです、普通は。でもその時には防衛装備庁を渡すというふうに言ったわけですから、目的は明らかでした。で、この時に使った言葉がデュアルユースという言葉でした。2つの用途という意味です。で、そういう言葉で、丸め込もうとしたとしか思えないんですが、これは、軍事にも使うかもしれないけれども、使わないかもしれず、どちらかというと、ちゃんと研究すれば民間で使えますよという説明をしていました。これ、デュアルユースと言います。でも、軍事の研究は民間では使えません。なぜかというと、秘密にしなければならない。で、非常に厳密にその取得していかなければならないから、いろんな人と議論するということも不可能になっていきます。で、法政大学はその2017年に、これは教員たちにも姿勢をちゃんと示さなければならないということがあって、軍事研究についてのメッセージ、尊重メッセージを出しました。軍事研究は東大学ではしませんというメッセージを出しました。その理由についてもきちんと書きました。で、ちょうど同じ頃に学術会議、日本学術会議がこれに対してのメッセージを出しました。ですから後の日本学術会議への政府の攻撃というのはこの、2015年から始まるこの動きに対して学者の口を出すな、協力しろというふうに言っているということになります。まあ、そのように2016年から始まったこの、状況、日本が突然じゃないですけど、さっきから言いましたもう戦後すぐに生まれたこの矛盾のこの2つの面のもう一つの再分配というそこが強く出てき始めたということです。で、理由としてはおそらくアメリカの経済力の凋落です。日本に大乱射しようということなんだと思います。で、そのことにさらに具体的に日本が踏み込むきっかけになったのがウクライナ戦争です。ですから、このウクライナ戦争が起こったときに世の中こうなっているんだから再分配しなくてはね、むしろ軍拡をしなくてはねっていうようなことが
言われ始めた。そしてそれが今度は中国との関係の中で台湾有事という言葉が生まれました。ただ台湾有事っていう言葉は本当に宙に浮いている言葉で、台湾に行くと台湾有事を望んでいる人はいないわけです。そういうニュースがもうどんどん伝わっています。独立しようなんて思っていません。もう台湾が自分たちは独立しているというふうに考えていますし、国旗もあるし国家もあるんですね。で、自分たちの憲法もあるわけです。ですから、台湾が独立しようという動きに出ることはありません。ですから、台湾有事という言葉は何らかの理由で煽る言葉であろうというふうに思っています。私たちはいろんなことに注意しなければならない。で、そのウクライナ戦争なんですが、これについて日本がどういうふうに関わっていくのかということを見つめてきたわけなんですけども、岸田首相はウクライナにまで出かけてきました。それで大きなしゃもじを持ってきましたね。あれは忘れられません。で、あれは世界から見ると日本がはっきりとアメリカ側に立ったということを表明することになります。で、日本がロシアと中国に囲まれています。これは北海道に行くとすぐ目の前がロシアです。つまりもう島根とはすぐ目の前にあります。見えます、北海道からね。で、そういうような状態の中で、アメリカ側に立ったことを表明して、さらに、これゼレンスキー大統領を日本に招いていますし、それから復興支援もやっています。次々と支援策を出していますので、世界に対してそれを表明しているということになると思います。で、アメリカにつくっていうのはどういうことなのかっていうことを私たち考えておかなければならないんです。戦後ずっと、アメリカに従属してきたのは確かです。そして今も従属しています。だから従属していれば安全だって思っていいのかっていうことが一つとても大事な点です。で、特にアメリカが今、よく使う言葉があるんですけれども、専制主義との対立ということを言います。で、自分たちは自由主義、民主主義であって、そして中国がロシアは専制主義であると。だから専制主義と対立するのだというふうに言うわけです。で、ところが、もしその専制主義というものが世界にとって大きな問題であるならば、やるべきことは、専制主義の国と話し合って、その先生の状態をほどいていくということなんです。これはもちろんアジアの国とミャンマーなどにもいろいろな問題がありますね。で、そういう話し合いや交渉によって先生主義の国を変えていくということは、これはやってもいいしやるべきかもしれません。ところが先生主義国家を軍事力で潰すっていう意味であるならば、これ以上の先生主義はありません。つまり戦争というのは、もう専制主義の最たるものです。で、そういうそのウクライナ戦争が長引けば長引くほど、アメリカとロシアの戦争は世界戦争に近づいていきます。ですから、これもう一つ、ウクライナについて即時停戦というグループも動いていまして、私もそこに顔を出しますけれども、即時停戦なんです。で、これは9条の会、つまり戦争、正しい戦争がないというふうに考えるのであれば、どっちかにつくのが正義だとは言えないはずなんですね。ですから、やはりウクライナについても即時停戦を言い続けなければなりません。で、アメリカと中国の戦争の引き金になる可能性があります。これ以上長いです。
ロシアと建設し、東シナ海は中国と共有しています。そうすると世界戦争になれば、多くのアメリカ軍基地が日本にはありますので、日本は戦場になります。で、この今、沖縄も、もちろん辺野古の問題があるんですが、辺野古だけではなくて、アメリカ軍との共有という、共用ということを、この自衛隊基地をアメリカ軍と共用するということは、日本国中で起こりつつあります。で、おそらくそうなるでしょう。だから、どんなところを狙えるということになります。ただし、アメリカ軍は出てきません。アメリカ軍は、これ、ウクライナに出てもお分かりだと思います。アメリカは軍隊派遣しません。おそらく日本がどういう状況になっても、アメリカ軍は軍隊派遣しません。その、基地にいるアメリカ兵がいくらかいる、あるいは撤退してしまうかもしれません。これは核による抑止力ということを考えると、本当に中国との戦争になったときには、アメリカは撤退してしまう可能性があります。ですから、私たちが直面している問題というのは、もう本当に間近に迫って、危険な状態です。で、先ほどのこの女たちの会なんですが、そういうようなことを考えて、この女たちの会が結成されたんですけれども、なぜ女性たちの会なのかということをお話ししたいと思います。まず、前の体制では、女性は参政権を持っていませんでした。つまり投票できませんでした。戦後になりようやく女性は投票権を持つようになりました。そのことを私たちは自覚したいんですね。で、前の戦争の時には戦争に反対している女性がその反対を表明することがほとんどできなかったんです。でも今はできるんです。選挙を通じてももちろん運動を通じてもできます。前の戦前の時代が明治からしばらくの間、女性たちが集会を開くことも禁じられていました。集会を開いたら逮捕されました。それがしばらく経って平塚会長たちが、この法律だけは撤回させて、集会を開けるようになりましたけれども、しかし政治家にはなれないし、投票もできなかったんですね。で、今度はそれはできるんです。だけれども、残念なことに、この投票が、選挙があったときの投票率っていうのを見てみますと、男性よりほんのちょっとやや投票率が高いぐらいで、さほど変わらないんです。そこをやっぱり女性は、今回こそ投票できるのだなっていう気持ちで投票していただきたいんです。女性の投票率 100%。いうふうになってほしいです。さて、それが一つの理由なんですね。で、もう一つの理由です。まあ、きっかけになったのが、2022年12月16日に閣議決定された安保3文書です。で、すでにこの2015年の時には、集団的自衛権の行使を容認してしまって、9条を封筒化されていますね。で、さらにこの2022年、去年の12月16日に閣議決定された安保3文書というのは、攻撃能力を持つことができますって言ってるんです。さらにここで43兆円、5年間で43兆円の軍事費を使いますというふうに言っています。ですから、これは閣議決定されているんです、もうすでに。で、これに非常に多くの女性が驚いたんですね。なぜかというと、その前の2年間ぐらい、コロナで女性たちがどんな目に遭ってきたかです。で、私は、総長退任した時の最後の卒業式の挨拶で、その前の年に起こった、非正規の女性が、もうその
職業もなく仕事もなくなってしまって、ホームレスになってバスの停留所で出てきて石を入れた袋で殴られて60代の女性が亡くなった事件がありましたね。あの事件はとっても多くの女性に衝撃を与えたんです。なぜかというと自分だったかもしれないと思えたんですね。そう思った女性とても多かったんですね。で、そのどうしてその、卒業式でその話をしたかというと、ちょうどその時にはその、女性たちの活躍、女性活躍っていうことで、企業の役員 30% を目指しましょうとか、それからアメリカの副大統領も女性になるし、いろんな出世する女性たちが出てきて、で私も6大学で初めての女性総長っていうふうに言われました。でも、そんなことでいいのか、それが女性活躍なのか、それおかしいんです。だって、非正規の女性がホームレスになる時代になってしまった。その年、ちょうど2021年ですが、非正規労働者の割合というのは、男性 21.8% ですが、女性 53.6% です。賃金は男性を100とした場合、女性は 75.2 です。なんと正社員でも 77.6 です。G7 各国の中で女性の自殺率は日本が最も高いんです。ということは、非常に日本ではこう、女性の地位が低いということはもうデータで出てるけれども、それ以上に地位の問題ではなく、生活に困窮している女性たちが明らかに多いということです。それから、一人親世帯、子供の貧困、それから、子供を産むことができない、結婚もできない、それで少子化が解決しないという問題。この問題については、むしろ子供の手当だけではなくて、この子供たちが成長していく過程で、教育費にどれだけかかるかっていうようなことが、この若い人たちにとっての不安材料なんですね。自分たちもとてもお金がかかったし、奨学金ももらわなきゃならなかったし、それをこれから返さなきゃならないという人たちが、子供たちも同じ面に、子供たちも同じ状況だから、産めないっていうのも、そういう社会なんです。で、そういうふうに考えたときに、やっぱり女性たちが、自分たちが体験してきたさまざまなこと、本当にあのどんな立場の女性でもいろんな体験してます。さまざま言われてきてるし、それからこういろんなことを乗り越えなければならなくて、そういう体験をして きています。そういう女性たちが、またその戦争に巻き込まれると、しかもですね、その生活をなんとかこうコロナ前に戻す、あるいはもうちょっと良くする、この格差社会を、なんとかしていく、それから教育費を、日本かから本当の意味での無償化にしていくということが今必要なのに、それに使わないわけです。まあ、いくらか使うようなふりをしてますが、教育の無償化は全く実現されていません。で、使わない。で、軍拡に40、30年使うと言っているわけですね。ですから、女性たちは怒ったわけです。すごくたくさんの女性が怒りました。で、自分たちが、この、より大きな被害に遭うに違いないと直感しました。で、それは戦争になれば、弱い立場の者たちが一番被害を受けるということを今まで私たち経験して、そういうようなことで、この2022年10月16日の安保3文書がきっかけになって運動を起こそうということになりました。で、この安保3文書は撤回されていません。それから今日は割愛しますが、憲法についても自民党憲法改正草案、これ2012年に作られて、今でも自民党のホームページの中にちゃんと収まってますから、撤回されていません。で、これについても、私たちは警戒しなければならない。4項目って出てきてますね。
4項目だけ改善しますよっていうことで多分始まるんだと思います。だけれど4項目で済みません。きっと自民党憲法改正草案ってものすごくたくさんの箇所を直しています。例えば個人という言葉が消えています。人になってます。ただにそれから、さまざまなことが問題になるんですが、家族ということをもちろん天皇が元首なんですね。天皇を元首にするということと、それから家族というものを国家の礎にするということ、そういうことを一つ一つ前文からその前文ですね、前文から憲法全体にそういう価値観が流れています。で、24条だったと思いますが、統一教会とか勝共連合で使っている、家族は、重要で最も大切にしなければならないなどなどという文言、全く同じ文言が使われています。で、そういうようなその自民党憲法草案というものはぜひ一度お読みになってください。自民党のホームページの中にありますから、もし素晴らしい憲法だなってもし思いになったら、別に止めませんけどでも比較するのはとても大事で、今の憲法と自民党憲法草案というのは世界観が全く違うんです。社会観が違うんですね。でとにかく天皇元首にして家族という概念で全て国家をまとめるわけですから、これは戦前の価値観です。で、なんで戦前の価値観が今あるのかということが、先ほど申し上げたように、戦後の日本には、まだそれがずっと戦前という戦争を起こした人たちの価値観が、石野武介さんという方は戦犯だった方なんです。裁判で結局かけられなかったけれども、でもそういう人たちが戦後に残してきたものなんです。その価値観なんです。その価値観がまだ日本の中で残ってるんです。で、それはそのままにしていいのかっていう問題があるので、憲法改正、改憲4項目っていうのはどれ一つとっても認めてはならないと思います。ということで、最後になりますが、先ほど1月22日に新庄にありますかという話をしました。この時にですね、小松茂明さんという方に話をしていただきます。小松茂明さんが、この2015年、まさにこの佐々木の方の2015年を象徴している方です。この1月と3月、これ報道ステーションというところにレギュラーで出演してたんですが、その1月と3月に、アイアンベルトを上げるという言葉を言って、そのことを書いて、テレビカメラの前で出したんです。それで、やめさせられました。と言っていた。で、それなんでそういうことをしたのかっていうと、その前の年、11月、2019年の11月に、ジャーナリストの後藤健二さんが、IS に拘束されます。されました。そして、奥様が、賠償の借金払うつもりで準備をしてたんですね。ところがそれを政府に認められます。そして2015年の1月、安倍首相が中東を訪問しているときに、カイロで IS と戦う周辺諸国に2億ドルの支援をするということを言ったんです。2億円じゃありません、2億ドルです。その支援をすると言ったんです。これ拘束されている最中ですよ。そしてその直後に殺されます。つまりその時も、この安倍さんが自分はアメリカの真上に立つ、あるいは IS に敵対するというふうに公然と言うことになります。で、人質に取られているのを知った上で言ってるんですね。で、これ私にとっては大変衝撃で、後藤健二さんは法政大学の卒業生でした。で、そのことを卒業生たちの会の中でも報告しなければ
ませんでした。でも、そのことのが誤りであるということを、その子が、重明さんがテレビの前ではっきりおっしゃったけど、テレビがそれを排除しました。でこういう謎の問題というのも、私たちこれからちゃんと見つめていかなければなりません。ジャニーズ事件だけじゃなくて、戦争についても、それから、どっちのままに立って戦争を応援するみたいな、戦争スポーツじゃありません。だけど、またスポーツを見るように、こう戦争の応援合戦をする、そういうやり方であるとか、マスコミはそれぞれのテレビ局や新聞社が何をどう報道するか、そして会見ということになったときに、会見の発言が起こったときに、それを何をどう報道するか、そういうことも私たちは見つめていかなきゃならないし、声を出していかなきゃならません。つまり、報道されていることをそのまま鵜呑みにはできないんです。ね、じゃあ、どこで一体本当のことを知ればいいのかって、とても大変難しい問題なんですが、本を読む方がずっといいです。ですから、新聞を読むと同時に、今本当にもうウクライナについてもいろんな本が出ているし、戦争についてもいろんな本が出ています。いろんな方が、専門家の方が、いろんな立場で本を書いてくれています。もう勉強するしかないなと私は思っています。これ、原発事故の時もそうでしたね。原発事故の時も、原発についてほとんど知らない私たちに必死で勉強しました。皆さんも勉強なさったと思います。一体何を思っているのかわからない。新聞をどこまで正確に伝えているかわからなかったです。それと同じ状況に今あります。ですから、それぞれ勉強しましょう。勉強して、それぞれの立場で言葉にしましょう。私はこう考えるっていうことを周りに伝えていきましょう。で、声を上げるって言っても、例えば私は今ここでこう皆さんにお話しすることができていて、皆さんはなかなかそういう機会がないことも、周りの人に言うだけで違うんです。家族の中でその話をするだけで違うんです。で、職場で話をするのはちょっと難しいかもしれませんね。本当に気づいてる方なんかは、もしかしたらやめてもらえますみたいな話になるかもしれません。で、このチラシの中に、実はこの会がスカーフを作りました。宣伝が載ってるんです。これ宣伝といっても商品じゃありませんけど、スカーフを作ったんです。で、今日はあまりにも皆さんがたくさんいらっしゃるので、今日はそれを皆さんにお配りするということはできないんですけど、これは原価を割らない程度の1500円の寄付をしていただいた方には、このスカーフをお配りするということをしています。何のためかというと、言葉で言えない人のためです。でこれは会のスカーフというよりも、平和のシンボルが描かれたスカーフです。ミサイルの鳩になっている模様なんですね。でそういうスカーフを作りました。でこのフラワーでも同じように、単にそれをしているだけで、私は平和を守りますというメッセージになります。そういうのでもいいと思うんです。皆さんもいろいろな工夫があると思います。言葉で無理な場合には、いろんな工夫をしながら、それを周りに伝えていくということが、これからはとても大事な行動になると思います。ということで、皆さん、女の会と言いながら、もちろん男性も大歓迎ですので、ぜひ皆さんと一緒に戦争を阻止しようと思います。よろしくお願いします。